ハッピーメリークリスマス。はい、ハッピーメリークリスマス。メリークリスマス。おかげさまで、なんと今年で4回目。いつも応援してくれる子どもたちにサプライズでプレゼントを渡しに行くよ。こちらにします。はい、あ、近い。郡山市の武田のぞむくん、二重跳びの練習、飛べるようになりたいです。これはちょっと何個スタンプ なんとですね、私たち今このうっすら中が見えた状態で、その子の家の前を通って少し見られるというハプニングが。いや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 、あれれ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 、メリークリスマス。メリークリスマス。わあ、どうもどうも、のぞむくんですか。はい、やったー。誰だかわかりますか。あばれるくん。そうです、あばです。うっすら中見えるハイエースでここ通った時見てなかった。よし、よし、サプライズ大成功です。二重跳びが飛べるようになりたい。飛べるようになりたいと。今何年生。3年生。実は二重跳びは2年生の時の目標だったんだって。ちなみに暴れる君は好きですか。はい。あ、よかった。え、好きなお笑い芸人誰ですか。え、そこ迷うの。あれだよ。まあ、いいんですよ、パパもささやかなくて。ちょっと一回やってみて、二重跳び。あー、もっと、あともう少しだ。いくよ。膝を曲げる。はい。で、高く飛ぶ。もうちょっと。そしてもう一つ、暴れる君気づいたよ。ちょっと長い。短くしてみよっか、縄跳び。ちょっと短くしてみよっか。これもう歯でいっていいかな、歯で。よし。お、長さほら、この縄跳びで行ってみましょう。よし、のぞむくん行くぞ。思いっきりジャンプだよ。せーの。あーあああ、惜しい惜しい。今ね、いつもここだったんだけど左足が乗っかってた。乗っかってましたよね。よし、行けるぞ行けるぞ。この調子だ。もう一回思いっきり跳ぶんです。ほら、惜しい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 。体もこう曲げれば、こう、そう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 、いけ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 。ほら、あ、あ、あ、惜しい惜しい。あ、いいよいいよいいよ、すごいいいよ。軽くすっか、重さ。体重いんだよ、重りはずとるべ。これでいくぞ。よし、せーの。あー、惜しいんだよな。多分回すのがちょっと遅れてるのかも。ジャンプのこの段階で回し始めてるから、ジャンプと同時に回してみ、早めに縄を回す。早めに縄を回していこう。せーの。あー、はい、やった、今飛びましたよね。飛んだ、飛んだぞ。よし、じゃあラスト1回、はっきりと今の感覚で回すの早くだよな。はい、止めた。暴れの噛みちぎった縄跳びで止めましたよ、お父さん。少し泣いてんの分かりますよ、僕。少し泣いてんの分かる。なんか少し光ってるよね。光ってるでしょ、これ。
これがな二重飛びできた証だと思って。ちぎれるくんってことですか。二重飛び飛びます飛びます。いやーよかった、感動した。須賀川市です。パパは単身赴任です。家族はお仕事、遊ぶ内容が単純になってしまうのでパパの代わりに思いっきり体を動かす遊びを体験させた。ちょっとパパに、はい、娘さんへのプレゼントを実際に聞いていただきたいな。はい、外で遊ぶための。なるほどなるほど。遊び道具って何がいいのかなってちょっと相談してしたいなと思いまして。はいはいはい、はい、なんか喜ぶのって何かありますかね。うちの娘だと、はい、まあ、暴れる君と一緒で、はい、暴れるのが好きなので、はい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 、飛び跳ねたり、まあ、トランポリンとか。なるほどね。予算の出せる限り出してきてます。トランポリン、ありがとうございます。メリークリスマス、メリークリスマス、メリークリー。怖い。怖いじゃないよ。メリークリー。医師が生きとる生きとる。どうも、暴れる君です。こんにちは。こんにちは。お名前改めて教えてください。お名前を改めて。西巻りのです。りのちゃん。某サバイバル番組を録画して繰り返し見るほど暴れる君ファンのりのちゃん。どんなところが好きですか。優しいところ。優しいところ。ひねり出してきて嬉しい。うん、嬉しい。まあ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 、まあ、メリークリスマス。よいしょよいしょ、畳めるトランポリン。お父さんに選んでもらいました。というわけでこれで外で遊びましょう。はい。まだ若干緊張気味のりのちゃん、笑顔を引き出すことはできるのか。いいよ、これパパからのプレゼント。はい、よし、はいはい、あーよいしょ。あーよかったよかった。あーほら飛んでるよ今。はい、地球にいない。はい、今地球にいない。スッカワキュウリでジャンプジャンプ。はい、スッカワキュウリでジャンプジャンプ。スッカワキュウリでジャンプジャンプ。めちゃくちゃ楽しい。よっしゃー、パパ大成功です。パパお仕事頑張って。とても嬉しかったです。嬉しいです。よいしょ、スカがキュウリでジャンプして。よし。それではこちら決めました。はいはい、こちら郡山市の橋本さん。小学2年生の息子なんですが、夏休みを明けてから一人で学校に登校できなくなっちゃいました。今は私と一緒に登校しています。学校生活は楽しんでいるようで特に困っている様子はないのですが、朝の登校だけ渋っているのです。息子の気持ちを知りたいので暴れるサンタに聞いてほしいです。よろしくお願いします。うわー、そうなんだ。すぐ行きましょう。登下校が少し寂しいのかもしれないし、何なのか理由を確認しに来ました。暴れるサンタです。それでは。こんにちは。名前何ですか。橋本岳です。岳くん。はい、岳くん、こんにちは。どうも、暴れるサンタです。はい、どうぞ。じゃあ少し失礼します。え、最近登下校に登校登校だけです。あんまり一人で行きたがらないってことですか。そうです、そうです。はい、学校はどう。ちょっと楽しい。ちょっと楽しい、ね、純粋に聞くけど、なんでそこまで準備してすぐ戻ってきちゃうの。なんか気持ちが落ち着かない。あー、なるほどね。
ゾワゾワっとするんだ、お家帰る。いや僕もね、実はね、学校で雨の日とか雷の日ね、すっごい胸がゾワゾワしたんですよ。その感覚ともしかしたら似てる。とてもね、心優しい子に現れる現象なんですよ。わかりました。登校中に暴れるといい思い出作るってどうですかこれ。そしてそのポイントポイントに暴れるとのいい思い出を残しておく。そしてお母さんが今日はここまでは頑張りなさいとか、暴れるの思い出のかけらを集めて投稿していく。それならいけそうじゃね。毎朝の投稿ルートがちょっと変わった景色になりますよ。しかもね、その投稿歩くのは普通の靴じゃないっすよ。あ、すごい。持ってきました。メリークリスマス。ありがとうございます。あ、早い。飲み込み早い。さあ出てきたぞ。開けてください。じゃじゃーん、すごい、アディダスのシューズ。よし、うわガッチリいいじゃん。立ってみ、ほら立ってみ、ほらかっこいいじゃん。どう、かっこいい。ほえさあ、まずは朝起きて朝ごはん食べて、ここでふわー行ってきますっていうところだね。どっちですか、こっち。よし行くぞ。そうだよな、ここそわそわするような学校ってさ、家出るときなんかわかるじゃないですか、そわそわするの。こうそうだな、ここ暴れポイント、深呼吸しよっか、ここで。さあ第二暴れポイントへ向かいます。え、学校まではまだまだ。第一気づかれ発見ですね、これね。さあどっち、こっちは、こっちが緑コースでこっちが黄色コース。ほう、どっちがいつも行ってんの。じゃあ緑コースで行きましょう。さあ第一暴れポイント、あれもうほら、もう気づいてるよみんな、ほら。はい、肩車思い出、肩車の思い出です。はい、どうですか、どうですか、ガク君。楽しい。楽しいって、ほらママたち見てごらん。いやー、どうもどうも、すいません。この時は手振んだよ。新しいキスの始まった時どうですか。オッケー。いや、オッケー。メリークリスマスならぬメリークツスマス。はい、ここに来ました。じゃあ最後に校門前で一緒にギャグやって思い出作ろうか。せーの、大成功で大成功。はい、気に入った暴れポイントはどこですか。ここでギャグ。ってことは毎日ここ通るとき思い出せるね。大成功で大成功。いってらっしゃい。